が見えるわ。あ、キリン派です。キリン派ですか。はい、ですよね、ビール。はい。あとは飲まれるんですか、ビールとか。全然ダメなんですか。あら。なんか飲めるように見えるとか言われてる、ね。違う違う違う。そのまんまやね、私ね。昔やってたとかじゃないですか。おすすめ、はい、お母さんおすすめってありますか。ってぐらい。3つぐらいね。お母さんセレクトだったら何がいいですか。大根。豆乳揚げが美味しいんですよ。一人でされてますか。あのね、いつはちょっと一人なんですよ、はい、でも予約の時はスタッフが来るし、土日は人が多いんで 3,4 人でやってます。あ、土日はそんなに違いますね。 3,4 人でやるってかなりですよね。それ平日やっぱりこれぐらいの感じでゆっくりやったいっていう。そうなのね、はい、でもね、昨日びっくりした。団体ばっかりドッドッドッって来てね。あ、そうなんですか。お電話なくなるし、あれもなくなる、全然なくなっちゃった。いや、今日でよかったですじゃん。そう、本当に静かな時ね。ありがとうございます。あ、うまっ。うん。おでんめっちゃ美味しいですね、これ。おでん、これ一番だしね、だから。おでんだしの素じゃないですか、これ。違う。よく来られるんですか、ここって。ここはよく通るんですけど、ここでご飯は。まだ3年も帰れない。まあでも、まやさんも結構距離歩いてましたもんね。まやさんも、はい。ああ、うまいな、これ。いや、これ、ラーメンです。あ、ラーメン。はい。この前、さっきは、おでんです。ああ。おでんめっちゃ美味しくないですか？お母さんに聞いたら、なんかちゃんと出汁、出汁もね、取ってるって聞いて。はい、続きます。はい、ありがとうございました。どうも。はい。